どうも皆さん、こんにちは。八橋マロンです。今回は Unity のテキストメッシュプロの使い方を紹介します。テキストメッシュプロは Unity で文字を表示するときに使うアセットです。もともとはアセットストアのアセットでテキストメッシュプロっていうのがあったんですけれど、Unity 2017か2018ぐらいから Unity に統合されて標準のアセットになりました。もともとテキストメッシュプロを使わなくてもテキストというコンポーネントは存在したんですけど、まあこういうやつなんですけど、もちろん文字がこれは表示することができるんですけれど、まあこれ以上の大したことはあんまりできないということなので、まあ見た目とか使いやすさの観点で、テキストメッシュプロを使うことが多いですね。では早速やっていきましょう。今回使う Unity のバージョンは 2019.4 です。UI など多少変わりますけれど、基本的なところは2020や2021などでも同じだと思います。じゃあまずはテキストメッシュプロを使う前に、使いたいフォントをインストールしておきましょう。使いたいフォントの TTF ファイルを適当なフォルダ作って入れておきましょう。今回はこの2種類ぐらいやってみようと思います。TTF ファイルっていうのは、これですね。フォントをダウンロードすると、こういう .ttf っていう拡張子がついたものがダウンロードできると思いますので、これを入れておいてください。そしてテキストメッシュプロをまずはインストールしましょう。Window、テキストメッシュプロ、Import、テキストメッシュプロ、Essential Resources。これをクリックします。そして出てきたものをインポートしましょう。さあ、インポートが終わったら、今度はもう一度 Window、テキストメッシュプロ、フォントアセットクリエイター。これを開きます。さて、さっき見せた通常のこのテキストっていうコンポーネント。これは、フォントがデフォルトでアライアルになってますけれど、これはフォントを、ただ指定するだけで、使うことができます。このフォントをこっちに変えると、フォントが変わりますね。このフォントを別のに変えると、こっちに変わりますね。という風にして、フォントを指定するだけで使えるのが、まあテキストコンポーネントのいいところではありますが、できることが少ないのでテキストメッシュプロを使うということになるんですけれど、テキストメッシュプロになると、フォントを指定するだけではいけなくて、使いたい文字をあらかじめ指定してテクスチャを作成するという作業が必要になります。ここがちょっと面倒な部分ではあるんですけれど、まあ単純作業なので覚えればそれで終わりですし、テキストメッシュプロによって拡張されて、まあ便利になるところが多いので、それに比べれば大したことはないと思います。では作っていきましょう。フォントアセットクリエイターを開いたら、ここにまずはフォントを入れます。さあそしてこのあたりのパラメータはそのままでいいと思います。で、このキャラクターセットですね。これをカスタムキャラクターズにしておいてください。そしてこのカスタムキャラクターリストというところに、今からテキストメッシュプロで使いたい文字全部入れます。例えば、ミュージックビデオとかを作るときに歌詞を表示したいっていうのであれば、その歌詞を全部丸ごとここに入れてください。まあ今はサンプルで、あいうえおと入れておきましょう。あと ABC もかな。そしたら下のジェネレートフォントアトラスをクリックします。これで生成します。生成が終わったら、下の方にセーブボタンが出るので、セーブしてください。名前はちょっとあいうえおにしておきますね。あいうえお ABC にするか。はい、これでセーブができました。セーブしたらこんな風にフォントアセットができていると思います。このフォントアセットの中の、これをクリックするとテクスチャが、生成されたテクスチャが出てきますね。ここに A、B、C とあいうえおというのが入っていて、これを参照して文字が作られるわけです。例えば、これは歌詞を入れるときに、同じ文字が重複することはあると思うんで、例えば青をたくさん入れて、これでジェネレートしましょう。これでセーブをしました。今上書きしましたが、こんな風に、テキストの画像の方は特に変化がないですね。なので、同じ文字が重複しててもちゃんと弾いてくれます。なので、歌詞を使いたいときはそのまま入れれば OK です。途中に適当に改行が入ってても大丈夫です。ジェネレートして、セーブしても、ちょっと配置が変わりますけど、中身は変わらないので。それで、実は、英語とか数字とかそういう記号しか使わないのであれば、カスタムキャラクターズにしなくても、この辺で、例えばナンバープラスシンブルズ、これをやって、ジェネレートフォントアセットしてやれば、はい、こんな風に。例えばこれは数字と記号だけが、半角の数字と半角の記号が入ったやつに
になりますし、他のやつを選べば、例えば ASCII2 を選んでジェネレートすると、まあ、こんな風にアルファベットと数字と記号が入ることになります。まあなんですが、まあ私は日本語を使うので、まあ結局カスタムキャラクターズで日本語を入れてやらないと使えないので、それで生成しています。なのでやっぱり日本語を使う場合はカスタムキャラクターズにしちゃった方がいいと思います。まあでも歌詞を、テキストにも書き起こして、で毎回持ってきて、このフォントの作成作業をするのはちょっと面倒ですよね。なので、私は日本語が全部入った文字列をいつも入れてます。まあ、その場合はここのサイズを4096にしないと収まらないんで、4096×4096にする必要があるので、まあ注意してください。まあこれ大きくするとファイルサイズも大きくなっちゃうので、ちょっと注意なんですけれど、簡単な方法としてそういう方法があります。日本語全部入ったやつっていうのは、こういうテキストファイルですね。まあ引用元は、ここのリンクになってます。この文字列をガーッと全部コピーして、ここに入れてやって、で、ジェネレートフォントアトラス。ちょっと時間かかりますが、待ちましょう。はい、ジェネレートは完了しました。これを、まあ、セーブアズで保存して、名前は適当にオールにしとこうかな。はい、保存したやつを見ると、まあ、こんな感じでびっしりと詰まったようなテクスチャが作成されますね。まあ、これには日本語、まあ、漢字、カタカナ、ひらがなと、あとアルファベット類が全部入っているので、まあ、これを使っています。このファイル、概要欄に貼ったリンク先に置いておきますので、よかったら使ってみてください。で、この作業を、フォントごとに行うことになります。今は Pixel M Plus 12のレギュラーでやりましたが、こっちを限界民調で変えてやってみましょう。ジェネレートフォントアトラス。で、ちょっと待ちます。はい、ジェネレートができたんで、セーブします。そしたら、フォントアセットクリエイターは閉じて OK です。さあ、続いては使い方ですね。まずはキャンパスを用意しましょう。で、そこにテキストメッシュプロを使います。右クリック、UI、テキスト、テキストメッシュプロというのがあります。さて、作成すると、最初はですね、デフォルトで、リベレーションサンズというフォントがついていますが、これは英数字しか対応しないので、あいうえおは入れられません。あいうえおと入れると、ファイル、フォントサイズを大きくしますね。よっと。こんな風に四角になってしまいます。ですし、まあデフォルトのフォントっていうのも味気ないので、今回は作ったフォントアトラスを作って、フォントアセットを作っていきましょう。一番最初に作った、Pixel M Plus の、i u e を ABC が対応してるやつですね。これ入れてみましょう。フォント。で、文字を入れていきます。ABC。これいきますね。ちゃんと対応してます。文字サイズを大きくしましょう。ABC、あいうえおと。まして、次はかを打ってみますが、ちょっと文字黒くした方がいいかな。かきくけこと打つと、まあ、この辺が四角になってしまいますね。っていうのはさっき言ったように、あらかじめどの文字を使うかっていうのを指定してテクスチャを作るので、このテクスチャの中に入ってない文字列っていうのは使えないんですね。なので、書きくけこはエラーになってしまいます。じゃあ、ABC の続き、D、E、F と。この辺はどうかっていうと、ない場合は、デフォルトのさっきの、これですね、リベレーションサンズっていうのが、適用されるみたいですね。適用されます。では、さっき作った、まあ、全部文字が入ってるやつに変えてみましょう。そうすると、はい、ちゃんと表示されますね。高さが入ってないので、ちょっと拡張します。800とかでいいかな。はい。ABC、IUA、書きくけこで E、D、D、E、F と全部入ってます。で、ここのフォントアセットを入れ替えると、別のフォントにも書き換わります。で、まあ、この下の方のパラメータですね。このあたりは触ってもらえば一番わかりやすいと思うんですけれど、さっきの一番最初に紹介した元々の Unity 標準のテキストのコンポーネント、まあ、ここにあるこのパラメータと比べると、まあ、できることが結構増えてるんじゃないかと思います。例えば、スペーシングオプションで、キャラクター、だから文字間の調整ですね、っていうのもできますし、ワード間の調整っていうのもできます。ワードっていうのは、A、B、C の後に、半角スペースを入れて、
例えば、U の後にも半角スペース入れてっていうふうにしたら、A、B、C が一つのワードとして認識されるので、はい。A、B、C と IU の間のとこが、開いたりとしますね。で、LINE っていうのは、はい、1行目と2行目。で、パラグラフっていうのもあります。さあ、その下のアライメントとか、ラッピングとかその辺は、まあ、触ってみてください。さあ、一番特徴的なのは、まあ、もちろん、元々のやつでも、ここで色変えっていうのはできたんですけれど、こっちでもね、色変えるところはあるんですけれど、テキストメッシュプロは、ここですね、マテリアルがついているのが一番特徴的です。このマテリアルは、さっき作ったフォントアセットの、こっちはテクスチャー、こっちが、マテリアルですね。こっちに、この設定があります。このマテリアルの設定を変えると、例えばこの辺のパラメータを変えると、ぼやけたりとか、アウトラインをつけることができます。白でアウトラインをつけてみましょう。シックネスを上げると、こういうふうにアウトラインを、つけることができたり、テクスチャーも指定することができます。例えば、ここのテクスチャーに、よいしょ。デフォルトチェッカーグレイっていうのがあったので、これを適用してみると、このくらいかな？はい。テクスチャーが反映されているのがわかると思います。あとは、まあ、追加の項目で、アンダーレイとか、ライティンググローっていうのがあります。この辺はもう全部触ってみればわかるという感じなんですけれど、このオフセットで、まあ、ちょっと、影ですかね。はい。つけることができます。ライティングですね。ライティングですね。光が当たったような表現。これわかりますかね。ちょっと浮き出たような、ちょっと 3D っぽい表現が可能です。3D っぽい見た目になることができます。あとはグロー。この辺のパラメータをいじると、まあ、さらに、まあ、いろんな見た目を作ることができます。まあ、いろいろ見てきましたが、ただしこれはマテリアルがついているということで、マテリアルはここにあるので、これは共通なんですね。なので、複製して、別の文字列を上の方に作って、上の文字列の方の、例えばアウトラインの色を変えましょうって言って変えても、マテリアル共通なので、下のやつも一緒に変わっちゃうんで気をつけてください。まあ、この辺が嫌だなっていう時は、このマテリアルですね。これをコントロール D で複製してください。さあ、複製して、こういう風に名前をちょっと変えると、ここでマテリアルプリセットというのがありますね。フォントは、同じやつを指定するんですが、マテリアルプリセットを、限界明朝 SDF All Material の1、今名前変えたやつですね。こっちに変えて、これでアウトラインの色を変えてみましょう。はい。そうすると、上だけ、アウトラインの色が変わりましたね。ということで、マテリアルを複製することで、別の見た目も作ることができるので、やってみてください。さて、テキストメッシュプロの使い方紹介していきましたが、いかがでしょうか。次の動画からは、文字を使ったアニメーションについて紹介していきます。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。